洗濯機いらない説で、なんでかっていうと、そんなに量が多くなければ、すぐに手洗い簡単にできるからね。で、多分その思考停止して、こう、もう洗濯機が当たり前にある時代に、生まれてきたんで、家に1台洗濯機を所有するっていうのが、まあ、こう一般的な、こうライフスタイルなんですね、今も。前提として。ただ、まあ、シェアリングエコノミーとかで、まあ、持たない暮らしが、まあ、こうトレンドっていうか、まあ、どんどんそういうふうになってきてて、で、スマホがそういうふうにできるようになって、それをアシストしてるから、まあ、どんどんそういう流れになってきてるんです、すべてが。で、洗濯機も、まあ、昔から、コインランドリーって、まあ、近くにあったりとか、日本、その昭和の時からあったんですけど、今後、まあ、そういうのが、こう、結構、どんどんこう、じわじわ増えてきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、渋谷とかの、渋谷東とかの銭湯とか行くと、結構若い人が、風呂、まあ、僕も銭湯そこ行った、結構行ってた時あったんですけど、2年、1年ぐらい前。若い人が結構銭湯とか来てるんですよね。で、まあ、家に風呂がないからみたいな感じだと思うんですけど、だからそういう感じ、所有が若い世代の方が、そういう、こうシェアの概念がもう、それが前提になってるんで、で、洗濯機について、そのなんでその洗濯機ができたかっていうふうな、その歴史というか、その経緯を自分的に考えたら、多分、その洗濯する量がものすごく多くて大変だったから、そこを自動化しようっていう流れになったと思うんですよ。で、どういうことかっていうと、昭和の時代って僕たちのおじいちゃんとかの世代、すごい大家族なんですよね。今、核家族とかが、まあ、多くて、で、まあ、で、大家族で、うちのおじいちゃんが6人とか、おばあちゃんもそのぐらい。で、うちのお母さんが、5人兄弟で、お父さんが3人とか4人とかなんですけど、3、4人かな?とかなんですけど、上の世代に行くほど、その、子供がすごいたくさんいるんですよ。子供っていうか、大家族だったんですね、昔。で、そうすると、洗濯物が多分、その手洗いとかだったら、毎日相当の量で出るんで、すごい大変だったと思うんですよ。なんで、そこが自動化する流れになったと思うんですよ。ニーズがあったから。で、これどういうことかっていうと、多分、その頻繁にやるものほど自動化になっていきやすいんですよ。例えば、僕、郵便物の受け取りを、せどりやってたんで、3、4年ぐらい。もう、そこ自動化したんですよ。ヤマト運輸とか、佐川急便とかが、荷物来るんですけど、毎日来る量が半端なかったんで、もういちいちピンポン押されて、その都度部屋から出てって、玄関行ってサインして受け取ってみたいな、めんどくさいじゃないですか。で、そこ全部自動化して、3、4年ぐらいで全部自動化して、毎日ほんと、10個とか、20個、10、20個もないから10個前後、毎日のように届いてたんで、で、それ自動化して、してたんですよね。で、そういう感じで、たくさん受け取る場合は、その自動化した方が楽じゃないですか。で、一方で、その1ヶ月に極端な話、1件しかまあ、なんか、ネットで買ったりしないとかいう人は、自動化しないんですよ。なんでかっていうと、別に月に1回ぐらい受け取りだったら、別にそんなのしなくても、サインして1回受け取ればいいじゃないですか。楽なんですよね。そういう感じで、頻度が多ければ多いほど自動化になる流れになるんですよ。ニーズがあるから。めんどくさいんで。で、もう一つのケースで、ウーバーイーツとかの、その置き配とかが結構、まあ、増えてきてるんですけど、ガチ勢の人ほど自動化してるんですよね。例えば、特に一番面白かったのが、都心の、まあ、渋谷区、目黒区とあっちの辺なんですけど、
届けに行ったらメモ書きに玄関前のところにこうフックかけてあるんで、そこに荷物をかけておいてくださいって書いてあったんですよ。で、なんだろうと思って行ってみたら、確かにその玄関にの前にこう100均とかで言ってこう L 字のフックあるじゃないですか。あの L 字のフックかけてあって、そこにあの要はあのビニール袋にこうレジ袋に入ってるんでかけられるんですよね。あ、だからめっちゃ画期的だなと思って、だからそういう感じ、その人多分その Uber Eats ガチ勢だと思うんですよ。もう毎日のように頼んでて、あの結構あるのが昼も夜も Uber Eats みたいな人結構いるんですよね、実は。で、そういう人だとあの毎日その受け取るなんかめんどくさいじゃないですか。そしたらもうなんか玄関に置いておいてくださいみたいな感じになるんですよね。で、まあ例えば月1に久しぶりにその Uber Eats 頼むとかする人はそういう人にならないんですよ。っていうのも、別に1回ぐらいだったら別に受け取ればいい話じゃないっていう感じなんですよね。で、まあそんな感じで、洗濯も大家族で毎日のように洗濯があったらすごい大変だったんですよね。洗って絞って干して、だからその、まあ、洗濯機、まあ、洗うのと絞るのが自動化するっていう、まあ、今乾燥機もあるんで、まあ、そういう、まあ、乾燥機も全部もうオールインで入ってるやつとかでも押せば乾燥までしてくれるみたいなのもあるんですけど、ただじゃあその月1回 Uber Eats やる人がその自動化せずに、まあ、手渡しで受け取るみたいなのと同じように、洗濯もそんなに量がなければ自分で手洗いするのって実は簡単だっていうことが、こっちその引っ越して洗濯物取れ、あ、洗濯機とりあえず買わないで買わなかったんで、自分で洗ってみて見たら気づいたんですよ。あ、これ別にその手洗いってそんなに大変じゃないなっていうふうに思ったんですよ。で、これも要はこうブラッシュアップっていうか改善っていうか、まあハックしていくとどん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 楽になってくるんですよね。慣れてくるんですよね。で、どういうことか、例えばその洗剤の量、まあいろいろやり方ってすごいあると思うんですよ。で、今引っ越して1、2ヶ月ぐらい、まあ、洗濯機なくてたまに手洗いするのと、まあ、コインランドリー雨の日とかやったりとかしてるんですけど、その手洗いについてなんですけど、まず洗剤の量は少なくていいんですよね。で、多いとすごい泡立っちゃってて脱水するのがすごい大変なんですよっていうのを気づいて、で、少量の、ほんとちょっと洗剤を入れて、で、これ、ちょっと今ちょうどあったんですけど、こういう、桶が100均にあるんで、これ水汲んで、ちょっと入れるんですよ。で、ちょっと泡立つぐらいで、ガーってやると、まあ、汚れ落ちる。で、まあ、例えば、なんだろうな、まあ、下着とか、汚れ物とかは、まあ、ちょっとそれ別途、なんか、結構洗剤入れて、洗ったりとかすればいいと思うんですけど、普通に、なんていうかね、洗ったシャワー浴びて、ちょっと洗ったタオルとか、まあ、タオルもでかくなくて、ちっちゃいタオルで拭けば、その手洗いだってめっちゃ楽なんです。バスタオルだと、洗濯機だと、あれなんですけど、手洗いだとちょっとでかすぎて、水吸っちゃって、脱水が難しい、大変なんで、逆にフェイスタオルぐらいでいいなって今思ったんですけど、で、まあ、ちょっとこう、シャワー浴びて拭いたタオルとか、まあ、捨てるじゃないですか。捨てるっていうか洗うじゃないですか。で、それ別に、もう洗剤めっちゃつけなくても、ちょっと汗吸った、まあ、拭いたやつなんで、あんまり汚れてないんですよね。だから、そんなにこう、洗剤入れなくていいんですよね。っていうのがまず1点が、ハック、その効率化の一つで、で、あともう1個が、まあ、洗う、洗わない。の分けるので、そのストックがあるやつは後回しにして、ストックがないやつは、代わりが効かない服とか下着とかは、先に洗うっていう感じなんですよね。で、例えば、靴下なんかはめちゃくちゃたくさんあるんですよ。だからまだその靴下履くやつ、まだもうすぐ着れるやつがたくさんあるんだったら、すぐにその緊急性ないじゃないですか。そこで洗わなくても靴下まだいっぱいあるんで、それ残しておいて、例えば、なんだろうな、結構よく着る服とか、僕で言うと、ナイキの、
T シャツとかなんかは、なんだけど、まあそのデリバリーとかで結構着心地が良かったりするんで、それあのすぐ着たいからってすぐ洗って、でそれすぐ乾くんですよね。あの速乾性のやつなんですぐ乾くんですよ。でそういうのは先に洗ったりとか、あとなんだろう、例えばそのトランクスとかなんかも、残りまだ履くやつがたくさんトランクス残ってれば別にすぐ洗わなくて残しておいて、でもそのすぐ洗う、あすぐ着る履くトランクスがなかったらすぐ洗うとか、たストックが少なくなってきてたらもうトランクス洗うとか、そういう感じでその状況を見て、その洗っていくみたいな。で洗う量もその一気にその洗濯機みたいにまとめて全部洗うとかじゃなくてもいいんですよ。でそんな感じでまだたくさんストックがあるやつとかはもう放置しておいて、でその本当にその必要なやつだけそのちょっと気が向いたら洗うみたいな。で例えば今僕その、気が向いたんで洗ったんですよね。で今将棋その寝転がって打ってて、あで外見たらめっちゃ天気良かったんで、そういえばこれ天気いいわと思って、あの洗濯物干そっかなと思って、そういう気分になった瞬間に風呂場行って洗ったんですよ。で2分ぐらいで終わったんですよね。というのもこのオッケの中に、5着ぐらい、まあ、4、5着ぐらいを洗ってで干したんですよ。でもまとめてやるんだったらそれめちゃくちゃ大変じゃないですか。でも気が向いた時に、なんか例えばそのトランクス1個をこうちょっと手洗いするぐらいだったら別にそんなに苦じゃないんですよね。なんでかっていうと、気が向いてるからこう自分から進んでやる気になってるから、まあ量も少ないし1個ぐらいだったら別にそんなに苦じゃないんですか。歯磨くぐらいの感覚で1個ジャーってやってすぐ絞って干せばすぐ乾くんですよね、トランクスとか。だからそういう感じで気が向いた時に少量を、まあそうハックしていくっていう風に手洗いをやっていくと、洗濯機いらないんですよね。でさらに最悪コインランがあるんで近くに、まあなんかこう梅雨時とかちょっといろいろこう忙しかったりとかめんどくさかったりとかで洗濯が溜まったとしても近くにそういう時はコイラン持ってって、まあ、300円入れて回しているついでになんかスーパーとかで買い物してで30分ぐらいしたらもう立ち読みとかもしてもう乾いてるみたいな感じで使い分けていくとまあ、コイランだけでもまあ、そんなに2000円とかいかないんですよね。まあ、3回やっても1000円なんで、1000円もいかないんですよ、多分。っていうふうに考えると、結局、まあ、例えば3回コインランドリー使って1000円だとしても、家で洗濯機使っても、結局は水道代とか電気代とかかかってるんで、タダじゃないんですよね。だから、結局、まあ、多少かかってるんで、別に300円ってその高くないんですよ。そう。で逆にその洗濯機を買っちゃうとなんでよくないっていうか便利な反面その回す頻度が増えちゃったりするんですよね。そうするとちょっとの量をその洗濯機かけると電気代とか水道代とかまあその洗剤もちょっとかかるんですけどかかったら逆に高くついちゃうんですよね。っていうわけで手洗いって実はその大家族とかその状況によってはすごい楽なんですけど頻度が多い人とかそんなに一人二人とかその着る服がなかっ着る服がまあ結構あったりとか、少人数でかつその手洗いをハックしていくとかなり全然苦じゃないんですよね実は。でそこの点で、何が問題かってやっぱその思考停止して、まあ洗濯機に頼っちゃうんじゃなくて使わない分じゃあどうやってやったらその効率化とかハックできるんだろうっていうふうに頭使ってその思考停止しないでやっていくといいんですよね。楽にできるんですよ。めちゃくちゃ楽にできるんですよ。そうまあ最初これも例えばなかったんですよ。だけど洗面器で瓦をその洗面器につけてやってたんですけど、あこれでかいやつあった方がな
いいなと思って100均でこれ100円でこれ買ってきたんですけど、まあ、これもまあ一つの自分のそのなんていうんですかね、こうよくハックする一つのあのアイディアじゃないですか。例えばの話とかあので、これその手洗いハックするとなんでいいかっていうと、あの場所とか関係なくなるんですね。あの洗濯機にを所有しないと、あのどこにいてもそれができるから、要は自分で手洗いして干せばいいわけなんで、あの例えばあのなんだろうな、あの旅行とか出張とか行った際に、あのトランクスとか別に履いてたやつ洗って干しておけばいいじゃないですかっていう感じに、その場所問わずその服とかがそのこう清潔を保てるんですよね。ただあの洗濯機があるないといけない、依存してると生きていけないっていう状況だと、それがないと服とかがあれなんで、だからここハックするともうそのそうなんですね、すごいこう流動性が高くなるってことです。